ブラジーミルスミルノフは、ソビエト連邦、カザフソビエト社会主義共和国、シュッチキンスク出身の元クロスカントリースキー選手。1980年代から1991年のソビエト連邦崩壊までは、ソ連代表、カザフスタン独立以後は、カザフスタン代表として、国際大会で活躍した。 1982年12月18日の1 5トルのレースでクロスカントリースキーワールドカップデビュー17位となった。1985年ノルディックスキー世界選手権では1 5トルクラシカルで16位。1986年2月23日に1 5トルのレースでワールドカップ初勝利を果たした。1987年 ノルディックスキー世界選手権では 15km5 位、40km リレーでは銀メダルを獲得した。1988年カルガリーオリンピックでは 30km で銀メダル、15km で銅メダルの2個のメダルを獲得した。1989年ノルディックスキー世界選手権 30km で初めて金メダルを獲得。1991年。 ノルディックスキー世界選手権では 30km 銀、15km 銅メダルを獲得し、1990から1991シーズンのワールドカップ総合優勝を達成した。1991年12月、母国カザフスタンがソビエト連邦から独立、イゴカザフスタン代表として活躍を続けた。 1994年リレハンメルオリンピックでは 50km で金メダル、10km とトトパシュートで銀メダルを獲得。1993から1994シーズンのワールドカップ総合で優勝。ホルメンコーレンスキー大会でも 15km で優勝し、これらの顕著な活躍により1994年のホルメンコーレンメダルを受賞した。1995年。 ノルディックスキー世界選手権では 10km、30km、パシュートと金メダルを3つ獲得 50km でも銅メダルを獲得した。1998年長野オリンピックでは開会式で騎手を務め、競技ではパシュートで銅メダルを獲得 10km で4位に入るなどした。1999年のアジア冬季競技大会では、 個人 15km と 40km リレーで金メダル、個人 30km で銀メダルを獲得。このシーズン限りで現役を引退した。ワールドカップ通算30勝現役引退後は国際バイアスロン連合の副会長、1998年から2004年まで国際オリンピック委員会委員、また2014年冬季オリンピックアルマトイ。 招知委員会委員長を務めるなどした。ありがとうございます。